はい、ロマサガ引き続きやっていきます。前回ですね、ウォードですね、ウォードのイベント、氷の主でしたっけ、氷子の主かな、あいつを倒したところですね、一つですね、ちょっと、サラですね、サラをちょっと外したいと思います。サラさんね、使っていきたいんですけど、やっぱりね、最後にね、いなくなっちゃうっていうね。デメリットがちょっとあまりにも強すぎるんで、外しておきます。ちょっとね、サラはね、いつか、主人公として使ってみたいんですけどね、とりあえず仲間では使うのやめておきます。で、まあ、ユーステーム終わっちゃったんですよね。で、まあ、これからどうしようかな、なんですよ。うん。これからどうしようですね。ワール、ウィンドウ、下しかないので、こうしていきますけど、何しようか決めてないです。ランスはね、別にやることないんですよね。スタンレーとか、ファルスも特にやることがない。なので、一度またピローナに戻って、そうですね。また船に乗りたいと思います。船に乗ってどこか行きたいと思います。どこ行こうかなーなんですよね。行き先と料金。やっぱりね、グレートアーチがいいような気がするんですよね。ただ行っちゃっていいのかな感はちょっとあるんですけど。まあちょっとグレートアーチかな、グレートアーチかな、ヴァンガード。いや、ヤーマス行ってみますか、ヤーマス。そうですね、ヤーマス行ってみます。とりあえずね、やれるイベントをどんどん片付けていきたいと思います。ヤーマスといえば、あいつですよね、あいつ。まあ、行けばわかるんですけど、やつらが出てくるので、ですね。ここかな最初。あ、いいか。大丈夫なのか。この草は、麻薬の原料だぜ、と。だから金になるんだろうが、安心しな、誰も見ちゃいねえよ。私が見てますわ、と。うん。はい。ロビンですね。はい。ロビンシルート。いやーね、ロビン、あまり、どうなんですかね。割と好きな人多いですけど、僕あまり使わなかったな。麻薬で人々の体と心を蝕みながら、己はぬくぬくと体験を得ようとは許せん。クソ、またロビンか。助けてあいつに無理やり頼まれただけなんだ。あいつがどこの誰かも知らないんだ。お前の船の船主は、と、途方で紹介だよ、と。やはりか。ロビン、何者かしら。ロビンね。割と使う人多いですよね、ロビンね。僕あまり使わなかった。あまりかっこよくなくないですか。あまり僕、そうですね。あまりかっこいいと思わなかったんで、解決ロビンね。でも割と使ってる人多かったですよね。僕の友達でも結構使ってる人多かったですね。いらっしゃい。あ、こいつですよね。まあ。いいよ。特別なことは何もないと。ああ、危ないわ。別れなくていいと。で、ここのイベント、クリアできるかな？まあまあまあ。ウォードがいるんでなんとかなるかな？ああ、タチアナが。タチアナさんがね、あとはどこだ？ここだっけ？よし。ドフォーレさんもこんなボロ屋に千王なんも出そうって言ってるんだぜ。金もらって出てったらどうだ。お金はいいんです。おばあちゃんが寝たきりだから、ここから出ていくわけにはいかます。いきません。そうかい。じゃあ、俺たちが、ばあさんを運んでやるよ、とね。遠慮するなって、フォーレ、やめろ、と。はい、ロビン、ドカン。路上に食べるとは許せん。ち、ロビンだ、逃げろ。ロビン様、おばあちゃん、もう大丈夫だ。あんな奴は二度と近づかせないからな。ありがとうございます。なんてお礼を言ったら君たちが幸せなら、それで十分だ。さらば。ちょっと格好つけすぎね。そうなんですよ。ちょっと格好つけすぎなんですよね。あ、ああ、こいつか。ああ、戻りましょう。はい。いやいやいや、ロビン様とか言うんですよね。確かね、この子。で、次が、ここで、終わりだったかな。はい、銀行さんね。
ここね、割と強い武器があるんですよね。騎士の盾なんかあったかな昔。騎士の鎧、騎士の盾。エストックとアーメントゥーム、割と強いんですよね。うん、そうですね。まあ、ここを出れば、おそらく、よし、そうですね。みんな聞いてくれ。このヤーマスの街は自由の街だ。土方で紹介の街じゃない。それに奴らは聖王様の禁じた麻薬の取引もやっているし、モンスターとも手を結んでいるんだ。何や、言ってやがるんだ。こら。どこどこどこ、ふざけやがって。ロビン様早く来て、ライムが殺されちゃう、ライム。ね。ロビンは来ないの、私たちの出番ですわ、と。おう、ロビン来た、と。ちょっと太いですね。キャー、ロビン様。悪人どもね、目かかってこい。ドコーン、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 ドコーン。ドドドドド。みんな勇気を持つのだ。私はいつでも君たちの味方だ。さらば。これちょっと、なんかいまいち意味わかんないですけど。どういうことっていう感じなんですけど、なんかハマっちゃうんですよね、あそこにね。ロビンがね。では、ロビンと名乗る、盗賊を法によって裁く、有罪。有罪と認める。火炙りだ火炙りにする。では、その前に正体を見せてもらおうか、ロビン様。どうにもできん。はは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 は。で、ロビンですね。解決ロビンがいる限り、この世に悪は栄えない。行くぞ。ねえ、本物のロビンですね。本物のロビン。ドコーンと。お疲れ様、偽ロビンさん。クソ、どうなってやがるんだ。ロビンが二人も、こうなっては仕方がない。先生方、お願いしますよ、と。先生ですね、敵。今度こそ私たちの出番ですわ、よし。そんな強くなかった、弱い弱い。弱いですよね。地魚、なんていうの土行土行ではないか。ノーラもね、パンチとか確か得意なんですよ。打ってみようかな。みんな攻撃でいいんじゃないかな。いけないかな。うん。ノーラ、でもな、ノーラ最後まで使わないから、とりあえず。何にしてようかな。あれ？そっか、魚ですもんね。土なんか効くわけがない。何か覚えてほしいんだけどな。バトルハンマー攻撃。パンチ。生命の水も打っておきますか、脳内ね。仲間キャラね、誰入れるか未だに決めていないんですよ。おそらくね、今いるキャラ、ほぼほぼいなくなると思うんですよ。エレンどうしようかなーってところなんですけどね、エレン。トーマス、ノーラはね、いなくなると思います。あ、2連戦だっけ。で、パンチ。いやー、初期だから弱いですね。こうでと。で、ノーラとね、ウォードは入れる気がないです、最後まで。で、お、脳天割り。あー、ノーラね、強いんすよね。エレンは入れておこうかなーと思います。で、トーマスですよね、問題は。トーマスどうしようかなー。トーマスってなんか、あれなんですよね。いまいち、使い勝手。いや、強いんすけど、何が強いんだっていう感じなんですよね。槍なの？術なの？それとも、弓なの？っていうね、なんか、特に強いの、何が強いかよくわかんないんですけど、器用貧乏ってやつなんですかね。うん。だからね、なんか、あまりその、主人公ではよく使ってたんですけど、仲間としてあんまり入れた覚えがないんですよね。見た目はね、なんか僕好きなんですけどね、なんか、的な感じがしてね。メガネかけてるんですよね。メガネかけてるようには見えないですけどね、これ。あ、なんか結構強いっすね、こいつ。割と、空気投げでも済みますか。あ、スコールにしちゃった。あ、猫ともし。見切りましたね。空気投げ。地味にね、ウォードが巻き打ち覚えてくれましたね。ウォードはね、ちょっと用心棒として入れておきますか。今ね、ちょっと貧弱なんでね。仲間キャラ、はい、レベルアップ。いいですね。ああ、いいですね。このね、メンバー結構強いんですよ。うん。簡単に仲間にできる。ペイント？ペイント？ああ、猫騙しか。
簡単に仲間にできるキャラの割には結構みんな強いんですよね、これ。これだけでもかなり、もう最後までいける。あ、間違った。ああ。で、あ、なんか音楽なくなっちゃった。あ、音楽なくなっちゃった。なんだろう。ちょっと一旦出ますか。これバグですね、おそらく。あ、バグっちゃった。全体。全体じゃなくてもいいか。ちょっとどっか行こう。フランスでも行って。で、ヤーマスですね。正直言うともうここはこれでクリアなんですよね。やることがない。あれ、ヤーマス。クリックしづらい。で、これ以上何もなかったような気がしますね。確か。うん、解決ロビンね。まあ一応ね、ロビンの仲間にするところに行きますか。このね、偽ロビンと、本当のロビンですよね。どちらがいいかっていうね、結構話題になりやすい話のような気がするんですけど、どっちなんでしょうね。どっちも使ってないんでよくわかんないですけど、やっぱり、本物のロビンの方が強いんですよね。術を使ったり、証券使ったりとかね、いろいろ、器用なやつだったような気がします。まあ、とりあえず、出ますかね。出た。はい。ああ、ね、普通のロビンですね。仲間枠があるんで、とりあえず仲間にしておきますか、ロビンね。そうですね。使いはしないんですけど、ロビンって何持ってんの？エイピア、ブドウ器。ああ、ブドウ器。なるほど。そうですね。装備とか全然整えてなかった。ブドウ器。はい。エレン。そうですね。エレン。シルティーク。シルティークの方がいいかな。やや強いか。まあ、チェニックにしますか。ガントレット。ああ、割といいの持ってます。毛皮のベストも持ってますね。傷薬。で、ロビンはいらないんですよね。ちょっと外しますね。身ぐるみ剥いでっていう感じですよね。で、まあ、とりあえず、ヤーマスクリアしたので、どれくらい取ってるんだろう。まあ、10分くらいか、まだ。そうそうじゃないですね。もうちょっとやっておきますか。で、何をするか決めてないんですよね。ランス、あ、そうだ、ランス。ランス出てるから、郵便の配達しましょう。郵便の配達？郵便イベントみたいなのが確かあったはずなんですけど、どこだったの？あれ？あれ、もう消滅しちゃったかな。なんかここら辺にそういうやつがいたような気がするんですけど。いなかったっけ？この中かな？武器屋さんか。あ、こいつかな？あ！そっか、これあるからできないんだ。あー、なるほど。ここでね、なんかこいつイベントキャラだったような気がするんですよね。そっかそっか、情報が。情報じゃない。トレードやってるから、できないのがトレード。時間かかるからちょっとあまりやりたくないんですけどね。ああ、変な方向行っちゃった。どうしようかな。まあそうですね。ヤーマスクリアしたからとりあえずこれくらいで終了したいと思います。次何するかちょっと決めてみたいと思います。では、ここまで見てくださってありがとうございました。失礼します。